晴れ渡る空の下行われる東京レース場芝2400タウラス杯。9人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのは秋の三冠馬娘ナイスネイチャー1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、秋の三冠馬娘アグネスタキオン。注目の秋の三冠馬娘成田大進、3枠3番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ミホノブルボンとメジロマックイーン、この2人が競り合っているぞ。最高峰からのレースとなった成田大進、大丈夫か。ちょっと苦しいが大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。メジロマックイーン快勝に飛ばしていきます。先頭はメジロマックイーン、単身で飛ばしていきます。続きましたミホノブルボン、早くも激しい競り合い、大きく離れて総裁帝王、さらにはシンボリルドルフ1馬身離れてアグネスタキオン、外9番ゴールドシップ、さらにはナイスネイチャー、すぐに続いて5番ゴールドシップ、アグネスタキオン落ち着かない様子。先頭は相変わらずメジロマックイーン、続いてミホノブルボン、そしてその後方には総裁帝王、シンボリルドルフ4番手、向正面に入って先頭はメジロマックイーン。順位を振り返っていきます。現在1番手はメジロマックイーン、輝くミホノブルボン、2馬身3馬身開いて総裁帝王、4番手にシンボリルドルフ、5番手にはアグネスタキオン、2馬身3馬身開いて5番ゴールドシップナイスネイチャー。クソ面白くなってきたぜ。9番ゴールドシップ並んでくる、うち成田大進意気揚々と先頭行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、残り 1000m を通過。さらにはミホノブルボン、少し離れてメジロマックイーン、あとは総裁帝王、2馬身差シンボリルドルフ、1馬身差アグネスタキオン、大ケヤキを越え4コーナーへ。先頭は宮下ママ、果たして抜け出すのは誰だ。総裁帝王、ここで抜け出した。成田大進前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのはミホノブルボン。さあ誰が最初に仕掛けるのか。ミホノブルボン2番手に様子を見守る。最後のコーナー最初に立ち上がったのはメジロマックイーン、ここで飛ばして先頭はミホノブルボン。残り400、外から5番ゴールドシップ、驚異的な突き足、抜け出したのはミホノブルボン。だが後続も追いつかれ、残り200、ミホノブルボン苦しいけど粘っている。5番ゴールドシップ並んできた、5番ゴールドシップ完全に抜け出した、5番ゴールドシップ助けてゴール、勝ったのは5番ゴールドシップ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着にはミホノブルボン、3着は9番ゴールドシップ。ワイワイトレイキンコーン1番、気合を入れていくぞ。